ちは、ゆういちろです。今回はスイッチ版ザビスタの配合理論の一つ、面白配合について解説します。面白配合は、1996年発売のダービースタリオン96で初登場した理論です。ダビスタ96では面白配合の謎解きが大きなテーマとなり、多くのユーザーが解読にチャレンジしました。最終的には、今は亡きニッテイサーブのフォーラムでセリキチ氏を中心に解読されたのですが、フォーラムのユーザーに紛れ、最終的なヒントを出したのはダビスタの作者である園部さん本人だったのでは、と噂されていました。現在でも謎ですが、ダビスタ96では、最強馬は、面白配合からしか生まれない仕様でしたが、スイッチ版ダビスタでは、根性アップのみにとどまっています。が、根性はレースで重要な要素ですし、完璧な配合の必要条件でもあるので、できれば狙いたいところです。それでは面白配合の成立条件を解説していきます。条件は、守護馬と繁殖牝馬、それぞれの父父父父、父母父父、母父父父、母母父父、全部で8つの祖先が、15に分けられた系統のうち、7種類以上違うと成立します。つまり、できるだけバラエティに富んだ血統の場合の方が、成立させやすくなるということです。具体例を見てみましょう。ストラビンスキーとクイーンズスミレの配合を見てみます。ストラビンスキーの面白系統はこの場所。下に系統一覧があるので、色と比較して確認しましょう。上からにアークティック、ハンプトン、ナスルーラ、ネイティブダンサーです。一方、クイーンズスミレは、上からロイヤルチャージャー、テディ、ニアークティック、セントサイモンです。ニアークティック以外は被ってないので、7種類あります。というわけで、ストラビンスキーとクイーンズスミレは面白配合となります。続いては、大重ねで狙って面白配合にする手順を紹介します。例としてポプリンが母で、2対5にディープインパクトで面白配合になる方法を考えてみましょう。ディープインパクトの面白系統は、ロイヤルチャージャー、テディ、ニアークティック、スインフォード。2台配合の場合、母父の父系、母父系、母の父系と母父系を見て、被らない組み合わせを探せば OK です。ポプリンの場合は、父系がネイティブダンサー、母父系はナスルーラ。この時点で2つ以上被っていれば、2台で面白配合にすることは不可能ですが、今回はすべて系統が違うので可能性が十分にあります。母父の父系、母父系のいずれかは、ディープインパクトとポプリンが持つ6系統と違う系統が入るものを探しましょう。ユイチロダビスタページの守護馬系統ページを開き、面白系統のみにチェックを入れてみましょう。ステイゴールドなら、ロイヤルチャージャーとハンプトンなので成立しそうですね。実際に仮想配合で試してみます。ポプリンにステイゴールドをつけて、ディープインパクトをつければ、面白配合になりました。ちなみに配合ツールを使えば、母と示し子場を設定し、どの母父をつければ、面白配合になるかも。簡単に検索できます。ぜひ、活用してみてください。3代配合の場合は、母父の父系と母父系、母母父の守護馬の父系、母の父系で組み合わせを作りましょう。4代以上の場合は、母の父系ではなく、母母母母父の父系となります。ところで、面白配合を計画的に狙っていきたい場合、系統の偏りが気になると思います。そこで、スイッチ版ダビスタに登場する全守護馬、繁殖牝馬の面白系統をすべて調べてみました。ニアークティックが圧倒的に多く、ナスルーラ、ネイティブダンサー、ロイヤルチャージャーが続きます。これら4系統はどうやっても入ってしまうので、これら以外のマイナー系統をうまく盛り込むことがポイントになります。できれば、過去作のように7種ではなく、
6種に戻してもらえれば、もう少し面白、配合の幅は広がるのですが。というわけで、面白配合の解説でした。他の配合理論と比べると、重要度は低いですが、できれば狙ってみてください。Twitter のフォローや YouTube チャンネル登録をしていただけると励みになります。それではまた。